から学校が始まるので、うん、ちょっといろいろお買い物に行きます。はい、カスタネットも買うね。うん、カスタネットとか、あと文房具とか。リコのカバンね、ちょっとね、ポケットが一つしかないからカバン買うんだよね。で、カバンもいいのがあったら買おうね。いや、大丈夫、いっぱいポケットあるんだからね。今日リコはこのお団子ヘアに挑戦したんだよね。親はさ、なんかさ、ペンつけないでもいいと思ったらペンつけないと思った。そうだね、でもね、ちょっとママが下手くそなんだよね、ごめんなさい。でも可愛いよ。靴は後で選ぼう、学校用の。みんなね、なんかスペインの靴とかこういう黒い靴。今日タイが学校新しくインターナショナルスクール始まってこういう靴履いていったんだよね。リコ、これ持ってね。はい、行きましょう、行くよ。で、ここはザラというお店で、日本にもあると思うけど、スペインの会社です。あ、ここにもなんかザラって書いてある。ザラって書いてあるね。で、この中でザラキッズでリアとリコがコーデを選んで、で、それに合わせて靴も買います。レッツ、じゃあみんな、レッツゴー、レッツゴー。どっちが可愛いの選ぶか、どれかな。これね、いっぱい靴があった。もうだんだん涼しくなってきたから秋物だね。秋のものがいっぱいあるね。そうだね、あそこキッズがあるね。明日から、リアとリコは明日から学校が始まるんだよね。で、学校に着ていく洋服を買わなきゃね。うん、あとはカスタネットとかさ。そうね、あとバッグもね。リコのバッグちょっとね、ポケットが一つしかないから。そうだね。わー、もうな、もう秋物だね。ジャケットとかも売ってるよ。はい、リアとリコを見て、どれがいいかな。あ、これかわいい。これかわいいね、このジャケット。秋って何だろう、ちょっと寒いよ、ね、うん、夏の次に秋になるの。秋って寒いの、ちょっとね、涼しくなるの。今日もう夏じゃないの。もう夏じゃないんだよ。はね、え、早いね。あ、なんかこれかわいいよ、このワンピース。リアとリコに似合いそうな、ちょっとでかいね。これ何歳よ？7歳だ。だちょっと大きいな。あ、6歳のがあるよ、6歳。これにする？いや、なんか決めるの早いな。なんかもうちょっと見たら？いろいろあるよ。こまちゃんのバッグが可愛いね。これにする？めっちゃ可愛いよ。かわいいじゃん。これ買うの？これなんでこんな？絵文字のバッグ。かわいいよね。これあまり好きじゃない？じゃあいいよ。あっち行ってみようか、リコ。どれにしようか。あ、これは？このバッグ。でかすぎ。カチューシャもあるよ、かわいい。リボンピン。あ、本当だ、かわいい。あ、リコ、これめっちゃかわいい。いや、こんなの選んだ。リコはどれがいいの？本当に。ほら、これどこもかわいいね。あ、めっちゃかわいいやん、これ。リア、これかわいい。リコ、これが似合うと思うよ。合わせてみよっか、6歳用。めっちゃかわいい。リコ、これ買う。
もちゃんと合わせなきゃダメなんだよ。その青いドレスに合う色。これ持って。リアはこのドレスに合う色。それだ。何歳用なの ？M だから大丈夫だと思うよ。これ？M って何？でもなんか見てごらん鏡。なんかちょっと。変だよ。やめとく？やめとく。いや、いや。リアいいと思う。リア。リア。リアってどこ見てみるんだ。赤の色とここについてる赤の色があるから、ここの赤とリアは見て、ここの赤があって同じ高さ。あとは白と白があるからちょっと白っぽい色。ちょっと白。ママママ、あとは白っぽい色があるから可愛い。そうだね。でも他の色の方が合うかもしれないからちょっと持ってきたよね。どっちが合うと思う？さっきの赤と。見せて、こっち見て。この方がいい。青の方がいい？うん、だから赤返してくる。あ、マリアは赤返してくる。もう終わりにします。あと靴だけ。あとはリコのカバン。5歳じゃなくて6歳用にしなきゃダメだよ。なんで？うん、大きいから。リコは6歳用、はい。でも6歳大きすぎるかな。うん、リアは6歳よ。これ何よ、はい、今払ってますお金を。はい、なので次は靴を買います。そう、もう買ったよこれ。だけどさ、学校の靴は、あ、じゃあ次はカバンに。学校の靴はあるじゃない、あの運動靴。ここは赤ちゃん用の。でもここにも売ってたんだよ。あ、こういうのしかないよ。買った洋服を見てみましょう。リコはちょっとこれ買ったんだけど大きいから嫌なんだよね。大変だったね。でも可愛いよ。じゃあ着ておいで。
このカチューシャも買ったんだよね。このポニョポニョがついてる。ねえねえ、違うやつにも買った。どうしてリコは悲しかったの？どうして悲しかったの？どうして悲しかったの？髪の毛が綺麗にならなかったから。ママが下手だったから。ごめんね。まあ練習してうまくなってるからね。いい？こっちこっち、こっち見て。なんか、この見せて、それ。これ、すごいザラで今日買ったこの可愛いドレス。リコにはちょっとちっちゃかったんだよ。あ、大きかったんだよね。リアの方がちょっと大きいので、リアにはぴったりでした。見せて。これが秋の洋服にしました。皆さんさようなら。みんなもやってみてね。バイバイ。ちょっと悲しかったんだよね、リコ今日はね。頑張って明日学校行こうね。はい、バイバイ。チーズ。